ひなが駅は、三重県四日市市ひなが一丁目にある、四日市アスナロー鉄道内部線及び、八王子線の駅である。愛称は、アスナロー中央緑地駅。内部線と八王子線が当駅で分岐する。八王子線は当駅が起点であるが、全列車が内部線を通して、アスナロー四日市駅まで乗り入れる。構内内部行き電車が、出発特殊競技線台車。 三期間レール展示短式ホーム一面一線と三角形の形をした島式ホーム一面二線による複合型二面三線ホームの地上駅。両ホームに挟まれた二線が内部方面に、島式ホームの外側の一線が西日の方面に通じている。内部発着列車同士及び内部発着列車と西日の発着列車による列車行き違いが可能。駅舎は、 端式の一番ホーム東側にあり、島式の2.3番のリバーへは、校内踏切で連絡している。ホーム有効長は3両分。明日なろう4日1駅管理の無人駅である。駅車内の自動券売機で乗車券を購入可能。かつては有人駅であった。三番ホームは内部、八王子線における最急曲線の外側にあり、列車と、 ホームとの隙間が大きいため上降には注意が必要である。また、この部分を通過できるように車体長の長いも260、960軽車用は車体端部グーブがカットされている。便所は1番乗り場の4日市寄りにあり、推薦式。和風便器は、墨みけロータンク式。かつては3番乗り場の反対側にもホームがあり、3面4線であった。 現在も廃止されたホームの跡が残っている。内部、八王子線全線が単線自動化される前には、島式の2.3番乗り場の四日市方に、近鉄四日市駅東駅間の信号、ポイントを制御する信号扱い所があった。島式ホームの奥に、2019年3月20日から特殊狂気船台車及び、三機関レールの展示が行われている。近年における、 当駅の1日乗降人員の調査結果は以下の通り。三重県統計所によると1日の平均乗車人員は以下の通りである。日永駅の利用状況の変遷を可表に示す。副駅名となっている中央緑地公園までは約900メートル。三重交通。ありがとうございます。